ちは。今日はですね、いきなり車載映像からなんですけど、今高速道路走ってます。で、この間のマフラー動画上げたんですけど、あのサクラムサウンドがもっと欲しい、モアサクラムサウンドプリーズっていうコメントが来たので、いろいろなシチュエーションでちょっとサクラムサウンドを撮ってみたいと思います。あとですね、富士坪の方もうまく比較できればと思うので、そっちも撮ってみたいと思います。今ですね、高速道路流して走ってるんですけど、かなり静かですよね。これ、あの有名な桜間館なんですけど、このマフラーすごいところは踏まないと全然静かなんですよ。で、一時こう踏むとすごいんですけど、このアクセルの踏み方で音量がかなり調節できます。このハーフスロットルだとほとんど不快な音はしないんですよね。音量もかなり控えめなマフラーっていう感じです。はい、じゃあ今パーキングから出るので一回フルスロットルしますね。今窓閉めてる状態です。開けた状態でフルスロットルしてみたいと思います。
ということでいかがでしたでしょうか。最後のおまけのところは過去の動画からちょっと引っ張ってきてるんですけど、サクラムのマフラーは他にはない高い音が出ますので、めちゃくちゃね気に入ってるんですけど、こういうマフラーなかなかないですよね。ということで出口の口径だけはね50倍ぐらいでものすごい小さいんですけど、音はめちゃくちゃすごい音がするサクラムマフラーの紹介でした。でいきなり写真変わりましたけど、次の動画、その次かな、はこんな形のものをやっていこうと思っています。ということでまたご視聴ください。